ポチャトーク、なんか特殊な格好してる人もいたり、お面してる人とかいるんですが、皆さんは何の括りですか？はい、はい、私たちは関西クロサポ芸人です。イエーイ、芸人ちゃうやん。芸人じゃないですよね。芸人じゃない。だから大体関西の方はね、芸人気質はありますよね。ツッコミどころ満載だから、マジで。いやいや、誰が誰だか分かんないんで、それぞれ一人ずつ自己紹介をしてもらおうと思いまして、まあ、それぞれ皆さんツイッターやられてると思うので、ツイッターのネームで、ご紹介。おっと、猫ちゃん。猫ちゃん。起きた起きた、乱入だね。じゃあ先に自己紹介から始めていただこうと思うんで、じゃあ左のカレーパンマンのお面のかぶってる方から自己紹介お願いします。はい、ツイッター名渋丸でやってます。好きな選手はもともと中村健吾選手が好きで、ほう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 、そこからレナと、レナと、レナと健吾からレナと言ったんです。はい、で今は特に推し選手はいないんですけど、カレーパンマンですか？カレーパンマン、あ、食パンマンかカレーパンマンかで言ったらカレーパンマン派です。カレーパンマン派か、こっち行ったんだ。 T シャツからしてサウナ大好きな感じですね、はい、確かに一応サウナでやらせてもらってます。サウナですよね。おー、すごい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 。サウナ行きたいです。サウナ行きたい。サウナのどこが魅力的なの？そこ掘り下げる。いや、俺サウナに魅力、なんか頑張って入るイメージなんですよ、サウナ。あ、確かにさ、サウナって、うん、私も実は行ったことないですよ。でも結構、あの、フロサポ、あのツイッター界隈で結構若い方が、うん、サウナ行ってる方も多くて、結構、あの、にぎと見ますもんね。ね、だから、うん、なんか親和性があるのかな。リラックスできるのが一番いいですね。一回で何でリラックスできる。自分と向き合う感じですね。フットサルとかして、その後に行くサウナがもう最高です。汗かいて汗。そうです。うわー、自分を結構追い込みますね。違う追い込んでないでしょ、リラックスしないでしょ。リラックスリラックスしないでしょ。サウナなんか別の競技や思ってません？俺らからするとさ、なんか我慢してるものってイメージがあるんだけど、違うんだよね。違うんだよね。そう、あの、大体僕とカッチョって大体、まあ、こんな体型してるんで、心からサウナ入ってるみたいな感じなんですよ。そうなんです。もう汗、常に、うん、常にデトックスされてる感じです。じゃあ痩せるはずなんだけどな。だとしたら。ありがとうございます。渋谷さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。続きまして、プリンちゃんいきます。ツイッター、タイピでやってます。タイピです。タイピよろしくお願いします。お願いします。お願いします。タイピは何かあるんですか、趣味。サッカー見ることですかね。おお、フロンターレ以外は見るんですか。いやー、あー、でも最近ちょっと地元が宮崎県なので。宮崎なんですね。はい。ちょっとテゲバジャーロ。テゲバジャーロか。J ばっかり見てます、やっぱり。わあ、やっぱ鬼の洗濯用ですよね、宮崎。よくスッポ出てきましたね、それ。確かに。すいません、なんか。いえ、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、すいません、ちょっとあの、いろいろとツッコミどころがありすぎる。ツイッター名、中にで出してます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。好きな選手は中村健吾選手、まあ、ペイファード王さんですけど、今は、三笘薫選手を来てます。背番号19番ですけど。背番号19番、藤田。遠野になりますけど、遠野に。19番だと。実は藤波慎太郎でした。藤選手、藤波慎太郎でもあります。あの、いろいろ戦われてはいるんですけども、あの、大阪桐蔭時代からずっと応援します。見てくれてるんですか、ポチャン。見てます、見てます。それこそ昨日も見ました、僕。ちょっと、トゥモシと、青年が出てるやつとかも、僕見て、何回も見ましたし。あれ面白かった。あれ面白かったですね。それ絶対参考にしてるでしょ。いやー、まあちょっと多少はね、あ、こういう風にやってるんやな、みたいな。もう、どういう風にしたらいいか分からへんから。まずは、こういうのからやっていったらいいんやなっていう。あ、鬱陶しいですよね、すみません。最高ですよ、本当。ありがとうございます、本当。あの、3人の中でフロンターレ1人しかいませんからね、今日。あ、確かに。そう。サウナーかタイガースしかないからね、スリオサイド。その間にフロンターレ。で、1人でもいてくれてよかったですよ。前回誰もいなかったから。本当に、上海上皇と T シャツと巨人でしょ。いや、その回見たんですよ、触発されたそういうわけではないです。それは。まあ、触発されたな。触発されたんかな、俺。
皆さん関西在住っていうことだと思うんで、うんうん、どういうきっかけでフロサポになったかっていうところをじゃあ一人ずつお話をしていただければと思うので、またじゃあ渋丸さんからお願いしてもいいですか。はい、自分は出身が福岡県なんですけど。あ、そうなの。はい、大学が八王子の方の大学に行っていて。福岡八王子来て、で大学時代たまたま等々力に試合を見に行って、でそれでハマったっていう感じですね。何がハマるきっかけになったんですか。最初はやっぱ中村健吾を見たいなと思って行ったのがきっかけで、やっぱり超攻撃的なサッカーが初めて見た時に衝撃で、すごい面白いなって思ったのと、あと轟の雰囲気がすごい好きで、こうちっちゃい子供とかが走り回ってたりしたんで、なんかあったかいクラブだなっていう風に感じて、そこからすごく好きになりました。もともとサッカーとかされてたんですか。サッカーは中高6年間やってました。うん、福岡出身ってことは、アビスパ福岡とかには全然興味とかなかった、当時。そのアビスパは興味ないですね。そうなんだ。特にじゃあ博多の森にとかに行ったこともない感じですか。何回かちっちゃい時にあるぐらいで。ある。へえ。そうですね。それまで全然 J リーグとかも見てなかったんですけど。へえ。すごいね。中村健吾が一人一人の男性を引き込んだわけですね、この。そうですね。やっぱすごいね、健吾って、ね。すげえな。健吾きっかけってね、本当多いんですよ。女性とかも男性とかですね。うん、多いよね。多い。すげえ多い。なるほど、そういうきっかけなんですね。はい。じゃあ、そうかね、もともと関西在住でとかじゃなくて、そういう今みたいな経緯でなったわけですね。すごいな。今はじゃあ、お仕事の関係で関西に住まれてる。あ、そうですね。大学卒業して、で福岡に一回戻ったんですけど、うん、おととしに転勤で大阪に来て。あ、転勤で、へぇ、はい、っていう感じです。なるほど、なるほど。じゃあ、ちょうど同じ関西にフロサポがいてよかったですね。そうですね。すごい、なんか求めてたのはあります。求めてた。じゃあ、ちょうどいいタイミングで、中根さん。青年のおかげだと思ってます。青年さんが。彼にも本当に、LINE はしました。ありがとうございます。ありがとうというのは。LINE は。には、もう頭上がんないですよ。あいつにはほんまに分からへん。今。すみません、ありがとうございます。じゃあ、さえぴさん、お願いします。きっかけ。私は、ちょっとさっき言ってたみたいに、宮崎出身なので、サッカーもしたことなくて、興味なかったんですけど、小学校、5年ぐらいの時に、4つ上の姉の友達に無理やり、キャンプに連れて行かれまして。あ、キャンプ。はい、もともと、それもサンフレッチェのキャンプに連れて行かれたんですけど、はいはい。その練習試合の相手がその日フロンターレで、へー、初めてまともに、なんだろう、そのプロの練習してるところを間近で見たんですけど、その中で、中村健吾はですね。わー、すげえ。これ、やらせじゃないですよね、これね。健吾裏側で手引いてないですよ。大丈夫。やらせちゃう。地を這うようなミドルシュートみたいな瞬間を目撃して。で、あーすごいなーってなったんですけど、でも、健吾さんだけでなくて、最初本当は久喜野聡っていう選手が。おお、彼宮崎出身ですよね。そうで、あ、久喜野さんって、高校なんだなと思って、そこから久喜野さんを応援し始めて。いたね、久喜野聡。すごい。ドリブルが結構キレがある。結構イケメンな。うん、足めっちゃ速い。そうそうそう。本当、最初にズブってこうハマったのは、日野さんだったかなと、うん、まあ、地元が一緒っていうのも大きかったのかもしれないですよね、もしかして。そうですね、そこからもずっとですね。わあ、ありがとうございます。じゃあ行っちゃいましょうか。僕は2人に比べてやっぱフローサポの歴は短いんですけど、2017年のルヴァンカップ決勝、僕何かテレビで見てたんですよ、セレストで。セレストもや。そう、そのテレビで見てて、まあ、正直、フロンターレエース選手揃ってても、正直、勝てると思ってたんですよ。うん、で勝てると思ったけど、結局は、ま、負けて、準優勝、うん、まあ、準優4回、ルヴァンカップ4回目の準優勝でしたっけ、あれで。うん、その後もネットとか、掲示板とか見てたら、なんかシルバーコレクターや、ムカンターやって、すごい揶揄されてる記事を僕、見ちゃったんですよ。まあ、されてましたね、当時は。それを見て、これよし、俺を決めた、フロンターレ応援しようって、それが聞こえてるんです。そうなん。ずっとお住まいは関西ですか、中西さん。お住まい関西ですけど。で、サッカーでもやられてたんですか。いや、サッカーやってました、やってました。
ガンバとかセレッソにこう聞かれることはなかったですね。大阪生まれ大阪育ちですけど、そんなにへえいいじゃないってガンバもセレッソも大好き生粋の大阪人なの。そんなに好きじゃないとごめんなさい。大丈夫。確かにそうっす。だって生粋の大阪だったらもうどっちかに行くとかね。いやなかったっすね。当時僕が小学校の時みんなジュビロファンとか割と多かった。ああ、ね、まあ強かった頃。前頃は。良かったっすもんね。ジュビロか鹿島で分かれるような時代やった。ああじゃあもうにチャンピオンシップでバチバチやり合ってる。あだからセレッソサポとか周りもいなかったもんで。はい。ガンバも当時は。2017年ルヴァンだったらあれっすもんね。どっちかっつったら。セレッソ応援する方ですもん。そうなんですけど、まあ、そうなんですけど、あもうやっぱり、あの、申し訳ないですけど、セレッソサポーターではなかったので、やっぱ、なかったので。たまたま見てただけってことですね。そうです、見てただけで。じゃあ、あの決勝見てなかったら、もしかしたらプロサポになってないかもしれない。そうです。へぇ、そういうパターンもありえるんですね。そうです。それがきっかけでプロサポになりました。うわーすごい。すごい。それからあれ、轟とかは来られてる？轟は、19年の、8月に清水戦見に行きました、一度。お、それこそ青年にチケット取ってもらって、大阪から川崎まで見に行きました。青年さんとその中に。東京でコサルしてた時があって、でたまたま青年も来たもんで、それで実は俺もフロン、実は関西やけど、フロンターレ、俺も好きなんよみたいな話をしてて、これがきっかけで青年と。あ、そうなんですか、ね。はい、そうなん、すげえな、フロンターレって、はい。フロンターレがきっかけで、それで青年さんとも仲良くなったと思うんですよね。まあ、そうですね。ね、好きになった。いや、青年戦がすごいと思っちゃう。青年がすごい。青年戦がすごい。まあ、結果。確かに、結果ね。結果はね。うん。本当に、青年がすごいなって。すごいっすよ、本当に。確かにさ、小中高の同級生で、ずっと川崎に住んでるのガンマサポのやつがいるんだよね。ああ。だからやっぱ、人それぞれやっぱきっかけがきっとあって、うん。自分の町にね、プロチームあっても、やっぱり他のチームを応援するっていうのは決しておかしいことでもないと思うし、うん、ありがとうございます。でサウナーなんですね。渋丸と一緒にサウナ行ってます。今日フットサルバーだとどこ行く、どこのサウナ行くみたいな話は要しますね。どこ行くかみたいな。すごいなやっぱ。じゃあきっかけはそんな感じで、はい、まあ、あとはあの実際にこういう関西にいながらプロサポしてるところでこう、うん、あるあるというか、うん、まあ、あるあるじゃなくてもいいですし、こういうところが メリットがあるとか、こういうところがやっぱりデメリットがあるとか、ああそういうのがあったらそれぞれお話を聞きたいなと思ってまして、うん、なんかそういうのありますか？ファイフロとかも見れないのか、関西だと。ファイフロは見れないですね。カズネロ限定とかされると買えないから辛い。行けねえよって話ですね。プロサポツイッターよく見かけたメチエのパン